皆さん、こんにちは、アシアです。今日は皆さんに嬉しいお知らせがあります。なんと私、アシアのグッズが販売することになりました。ありがとうございます。今まで受注販売で大体年末とかカレンダー作ったりグッズ作ったりしたんだけど、今回はこの YouTube の中に入ってる仕組みを使って普通に通常販売っていう感じにしたいと思うんですけど、私も実はこれを作ってみるのは初めてで、わからないことだらけだけど、本来はねこの YouTube の動画の下に連動されるんですよ。でもね、実際今日はそのグッズのデザインをアップしたんだから、まだ連動されてなくて、連動されるまで時間がかかるので、直接そのショップのリンクを貼っときますのと、今日はそのどんなグッズを今回売っていくかについて解説したいと思いますし、皆さんの意見もこんなもの欲しいとかあればぜひ聞かせてもらいたいです。では実際ちょっとそのショップ見ながら解説したいんですけど、他のクリエイターさんでもおなじみがあるそのすずりっていうサイトあるらしくて、他の人たちでもこの動画の下に、あ、こんなグッズがありますよって結構あったから、じゃあ私もこれで作ってみようじゃないかと思って、でグッズってどんなものがいいとか何が作れるとかよくわからなかったけど、その画像をどうしようか、写真にするかイラストにするか、イラストにするならどうやってそのイラストを作るかとかもいろいろ悩んでて、今までなかなか始められなかったけど、つい昨日かな、やっとそれを作ることができて、今回はね AI を使ってすごく簡単にその画像を作ることができました。もう AI って本当に天才ですね。もうその画像を作る能力、もちろん打つだけで完璧なもの出てくるわけじゃないから、いろいろ調節しながらこういう風にしたいって何回もオーダーしながら、まずはこのアニメデザインのアシア、私のこんなものなんだけど、これはねセーラームーンとか幼い頃に見てたアニメ、憧れてたアニメ、キャンディキャンディとかもね、多分日本でいうともう80年代ぐらいのアニメかな、そういったアニメ風に私を描いてもらいました。これもデザインいくつかあってこのようにあるんだけど、いかがですか。私としてはすごくいい感じ、なんか似てるなって思うけど、でもところどころちょっと前髪があって、私そんな前髪ないけど、まあ、当時流行ってたのかな前髪って。まあ、とりあえず昔も前髪あったし、今もちょっとこの辺あるので前髪ありでもいいでしょうかと思って、今回はそのアシアのデザインではいろいろアクリルホルダーだとか、もちろんグッズといえば定番は T シャツなんだけど、他に今回そのアシアのアニメっぽいデザインで作ったのはアクリルホルダーとか、アクリルスタンド、グラス、あとなんかバゲットハットも可愛いと思って作ってみたし、アクリルブロック、アクリルブロックってなんだろう、置物みたいなものかな、アクリルスタンド、ステッカーとかいろいろ作ってみました。実際ねまだどんなものか自分も手元にないからわからないんだけど、結構評価はそれなりにいいので安心して頼めるかなと思います。自分も自分用にちょっと頼んでみたいと思うぐらいなんだけど、他にどんなグッズがいいかな、どんなデザインがいいかなって思った時に、うちの実家猫ジフィルカちゃんですね、はい、そのジフィルカちゃんを浮世絵っぽく描いてみたものだとか、こんな富士を背景にジフィルカちゃんとか、あとこれもすごくライオンジフィルカみたいな神々しい感じもあるし、あと個人的にすごく気に入ったのはジフィルカちゃん in Japan、 日本に来たジフィルカちゃん、富士山を背景にジフィルカちゃんがこんな感じ、めっちゃ可愛いそしてもう一個はジフィルカちゃんの秋の森でのお茶会です。はい、あの白樺の森の中でこのようにジフィルカがねいらっしゃるんだけど、これでこんなスマホストラップとかミニアクリルケースとか、こんないろんなバリエーションのものがあって、それ以外もいろいろあるんですけど、皆さんもその中何が欲しいとかあればぜひ教えてくれれば作れますし、だから今回は今まで作ったことないグッズたくさん作れますし、その会社がねもう直接みんなに
発送するっていう形だから、私としての手間がなくてすごく使いやすいし、受注販売じゃないから常に販売できるのもすごくいいポイントだと思いますし、それで皆さんからもこんなデザインのものが欲しいっていう希望があったら、私はちょっとそれを作ってみて、実際そのサイトに後からねデザイン載せられますし、こんなアイテムがいいっていうのは本当にあれば教えていただければやりたいと思います。なのでぜひコメントでそれはどんなデザインのどんなものが欲しいか教えてください。そしてあとはその AI を使って可愛い絵文字もできました。はい、こんな感じで、これはメンバーシップの人が使える限定の絵文字なんだけど、ゼフィルカちゃんの喜怒哀楽みたいなすごく可愛いゼフィルカちゃんのイメージしたもので、これも使えますので、メンバーシップまだの方、ご検討の方、ぜひぜひメンバーシップに登録してはいかがでしょうか。そしていつもチャンネルを応援してくださるメンバーの方、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。これからメンバーシップに向けても何か新しいステージ作ったり、違う特典つけたりとかも考えてるので、それも見逃しなく見てください。応援していただけたらと思います。ではこんな感じで、アシアのグッズの中でどれが一番欲しいかとかあれば、それもコメントで教えてもらいたいし、こんなものが欲しいっていうのもぜひ意見をお待ちしております。はい、ではこんな感じで、はい、では今日の動画はこんな感じでお知らせでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。